南京大学は中華人民共和国チャンス省南京市コロークに本部を置く中華人民共和国の国立大学である1921年に設置された大学の略称は南大中国の副部級大学の一つである複数の国家重点実験室も持っている985校帝211校帝総一流の聖院校として 国家重点大学である。世界で最も古い大学の一つとされ、園芸を三国時代の子が、永安元年に開設した、大野学部に求めている。その後、南京に等を置いた、省庁の高等教育機関として変遷し、新潮末期の1902年に、近代教育機関としての参考師範学堂が設立されたとしている。もっとも、三国暮れの大野学部から、 明朝の南京国古館までの連続性は証明できるものではない。また新朝では高齢富学に格下げとなり太平天国の乱をもって断絶している。1902年南京国古館の跡地に設立された三江市範学堂は1906年に両校市範学堂と改名した。その後、1915年南京高等市範学校が開学。 1921年に国立東南大学となる。1927年には川海高科、上海商科、チャンスー以下など8大学を統合、国立第4中山大学と改称し、総合大学として発展した。1928年に南京が中華民国の首都となると、国立中央大学と改称した。当時の中央大学の建築物群は、 中央大学旧市として全国重点分物保護単位に指定されている。第二次世界大戦後、国境内戦中に中国共産党に接収され、1949年8月に国立南京大学になる。1952年7月、南京地域における高等教育機関の大規模な再編が行われた。この結果、旧南京大学は、 分離学部を中心とする大学として再編されることとなり、私立金陵大学の分離学部と合併し、新しい南京大学の中心キャンパスも旧金陵大学キャンパスに移動した。一方、分離学部以外の学部は南京工学院、南京農学院、南京師範学院などとして成立した。台湾には国立中央大学の伝統を引き継ぐ大学がある。 1952年の大学再編を国立中央大学の廃絶とみなした卒業生らによる復興運動を経て1962年に設立したものである。また、旧称の一つ東南大学は南京工学院が1988年に改称して使用している。1920年代の南京大学キャンパス、南京市中心の金陵園古老国区と 新しい先輪航空がある。近代的な新しい学生を採用した1902年以降の、南京大学歴代総長、ホワイトルイコール 1948TF2、イコール 1949YG イコール 1949IT イ,イコール 1951GL1 イコール 1953RX イコール 1954MI イコール1965 SQ イコール1976精霊レイコール 1982SN1 イコール 1984CB イコール 1985FQ イコール 1987OV1MPC2021 年9月22日閲覧ありがとうございます